演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日ちらフライドオニオンミルポテト&ハムサラダを食べたいと思います。以前食べたポテト&ハムサラダにフライドオニオンが入ったんですね。どんな風に変わってるんだろう。ではいただきます。フライドオニオンが入って何が変わったのかと言われると、正直に言えば何も変わってないような印象ですね。キャベツはめちゃくちゃ美味しいですし、これこそでもホクホクなんですけど、フライドオニオンと表題に書いてある割にフライドオニオンはどこといった感じになってしまったのが残念でした。というわけでこちらに点数を差し上げました。あ、フライドオニオンはそういう主張するタイプではないのかもしれませんが、もうちょっと前の良かったですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンドですね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。